ミチューリップフェアは、富山県富波市の富波チューリップ公園にて4月下旬から5月初旬まで、富波市と富波市下と緑と文化の財団と、富波市観光協会が主催して、毎年開催される、富山県のチューリップの祭典。期間中は300万本のチューリップが会場内を彩る。特に、ゴールデンウィーク中は、県内外から多くの観光客を集める。 2018年に、水野と与蔵が、都並で、球根栽培を始めて100年の節目を迎えた。第二次世界大戦後まもない1947年、富山県のチューリップ生産の中心、都並に、国が、チューリップ研究所を建設する。しかし、4年後の1951年、当時連合国軍最高司令官総司令部の、支配下にあった日本では、 全国行政機関の整理統合が考えられていた。その中で、富山県農事試験場、出町園芸分場も廃止案が出ていた。この廃止は、地元の農家にとっては大打撃になることから、富山県西部の市町村、各谷農協は、出町園芸分場講演会を結成し、GHQ や関係行政機関に陳情を始めた。生産農家や研究者が、 文章の一般開放を考案し、GHQ 関係者を招待。チューリップが作風景を見て、廃止案を撤回したとされる。翌年の1952年、都並市誕生祝賀の意味を込めて、第1回のチューリップフェアが開催された。2016年時点で、東京ドーム約3個分の敷地面積でそのうち、花壇は7000平方メートル。 チューリップの品種は700品種を数える。2020年3月30日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、フェア推進協会はこの年の開催中止を発表した。大花壇花の大谷水上花壇オランダ風花壇、公園の一部を子供の交通教育の場として活用しようという構想から園内の遊歩道に子供用の自転車や庭車を備え、 実際の道路と同じように、信号機や模擬標識を置き、自動交通公園として整備した。日本万国博覧会の中央広場に設けられた太陽の塔に魅せられて、チューリップ公園にも立派なシンボルタワーをと、第20回チューリップフェアの記念事業として建設した。トルコヤロバシとの姉妹友好都市交流の一環として、 ヤロバシュ内各地にある湧き水施設を模した水飲み場を設置した。外壁にはめ込んだ伝統的デザインの白敷タイルは、1991年、第40回チューリップフェアの際に、ヤロバシュから贈られた。1989年、時の内閣総理大臣、竹下登が打ち出したふるさと創生事業を受けて、チューリップ公園に流れている農業用水路に、 国内でも珍しい五連用水水車を整備した。ハットと、ナミチューリップフェア50年と、日蘭友好400周年を記念して、チューリップ式祭館に、オランダ王国より風車を移設。日蘭友好のシンボルとして、ブリンスキャップと名付けられる。ありがとうございます。